まいっちゃうぜペロリ。よりによってママが落ちたのは滝の上。キングの空の守りがあってもう近づけねえな。あの高度から落ちてクイーンママシャンテ号が転覆せずに済んだだけでも奇跡か。ねえ、待つしかないの？今はな、船から落ちたら俺たち能力者は手も足も出ねえ。そんな、ママは海に沈んじゃったの？くっくっ、心配するな。これも奇跡だな。ママのビブルカードは無事生きてるんだ。よかった、生きてるんだ。でも生きてるとしたらどこにいるの？ってことは百獣海賊団に引き上げられて捕まったってのが濃厚じゃねえか。カイドウたちにか。厄介だな。ママとカイドウは元仲間だが、今ではお互い四皇と呼ばれてしのぎを削る仇同士だ。まあ命は取るだろうな。私たちどうなっちゃうの？クックックペロリ。ビッグマム海賊団改め、ペロスペロー海賊団結成か。ペロリ。おい、何言ってんだペロスに。敵船長は肩こりに決まってるだろう。年功序列だペロリ。バカ言え、実力だろ。長男が上に立たなきゃどうする。ラジンだぞ。サンディーだ。やめんか。勝手にママを殺すな。ママを常識で測るな愚か者ども。ビッグ